9月19日火曜日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送、飯田浩事の OK 事、オージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩事です。おはようございます。日本放送アナウンサー、東島えりです。日本放送、飯田浩事の OK、ジーアップ。この後8時まで生放送です。えー、今週は新行アナウンサーがお休みです。で、えー、日替わりで、 ね、えー、アシスタントを各アナウンサーに勤めてもらいますけれども、今日は東島エリアアナウンサーです。はい、お邪魔いたします。よろ,ますよろしくお願いいたします。いや、あの東島さんはあ週末にね、えー、長崎に出張して、サンドイッチマンさんの番組を、はい、向こうからやったんだと、うん、ね、上ちゃんも先出張帰りだよなんて話をしてましたけど、はい、悪いね帰ってきていきなりこの朝の番組にとい,とい,いや,いや切り替えができて良かったですよ。あ、そういうもんですか。 やっぱりふるさとなので長崎は。ふるさと。はい。いいねやっぱりこう。心がほどけきって帰ってきましたので。お<ー>はい。いやー、なんかあのスタッフからいろんな噂を聞いてですね。なんですか?。<laughs> <laughs> 何でしょうか? <laughs>。<laughs> <もう笑> 強い声も出すんだ「お前これ以上言うんじゃねえぞ」みたいな感じのね「<laughs> お前まだラジコのタイムフルーで聞けんだからあんま余計なこと言って誘導するじゃねえぞ」みたいな感じのね <laughs>、ええ、あのドスの聞いた声とそしてあのラジオでお伝えできないのは大変残念なんですがぶっちゃ目見開いたね今。 おいお前何出すんだおいラジコって恐ろしいですね <laughs> まあ本当昔はさは <い S 1> 送りっぱなしとかいった放送なんだよなんていなねう飯田先輩にそう聞いてましたから私もいろんな先輩からそんなこと言われてまあそれはねあのしっかりやれよって意味とでもあの緊張しすぎずにね <はい S 1> やれよっていうこう言葉が詰まっていたんですがえ最近はネットでいろんな形で聞くことができるので,そうですよ後から聞きもできるよというところでね <laughs> えなかなかあの言ってしまって ったことを取り消しづらい世の中でございますけれども、<laughs> まああの身内の話がいろいろ出るとね、はい、結構あの本人としては恥ずかしいもん、ね。そうなんですよ。えー、ちょっと家族にまつわることがありまして。感動したなんていうね。恐縮ですね。番組のね<ー>、えー、放送作家さんがそんなことを言ってて、普段冷静沈着なあの放送作家さんですよ<ー>、えー。涙した、涙したわけだよ。 そんんななところででいいいじゃないですか <laughs> 涙したといえばですね <laughs>、うん、いやあのー、昨日ショーアップタイガー」というですねうもう阪神一色の特番を夕方やったわけなんですけれどもれもうねわちゃ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 でえ、えー、芸能界の阪神ファン四天王ね、えー 松村邦洋さん、千秋さん、うん、で、ええー、増田岡田の増田秀樹さん。はい、で、さらには、ダンカンさん。<laughs> ダンカンさんは、あのー、毎日ね、えー、サンスポに。 トラ、えー、の通信簿っていうコラムを書いていて、ええ、でそれもあるんでもう試合は消滅見なきゃいけないと、うんねえー、いうことがあるんで、まあ、ちょうどね昨日はあの阪神のデーゲームの時間とかぶっていたんで生の出演はなかなか難しいと思いますんで電話でぜひということで途中まで電話でっていう話をしてたんですけれどもいや、あのー、スタジオまで来てくださるってい,<ー>いやまたダンカンさんも山のようなパンン飴を持ってきてくださってですねさすがそういうところも。 あのパイン飴はねあのなかなかエピソードにそう昨日そこまで触れられなかったのが大変申し訳なかったんですけど岡田監督が大好きででもうベンチでずっと舐めてるっていうことで<ー>え今パイン飴からパインアレっていうね阪神バージョンが出たらかあっという間に完売したっていう話までえ出てきていてさすがそのパイン飴をですねん<ー>もう段川さ本当ん大きな大きな袋に。 入れて持ってきてでそれを千秋さんが横であそれ欲しいって言って <laughs> 自由にねあのわちゃわちゃの中でみんな放送中パンやめ,舐めて,たってです、ね、<laughs> また松村さんの補足が全部強いですしねほえ,、ね、えてた本当で隣で増田さんももうねぐるぐる肩回して、えー、ま田さんあの大阪の ABC で番組やってらっしゃって、えー、阪神の選手監督コーチスタッフと、うん、もういろんな話をしてるんで、うん、もうあれでも多分ね 十分のうちも出せないと思いますが <laughs> えー、でもそうわわわわっとやってた最後に、うん、またねディレクターがファン,ンファン歴50年以上っていうね泣かせる演出で最後に栄光の駆け足をかけるわけですよ、はい、これは<ッ>あのそう あの今年残念ながら脳腫瘍で28歳で帰らぬ人となった横田慎太郎さん鹿児島実業から阪神に入って、ねうんえー、というあの選手のバッターボックスに入る時の入場曲だったということで,、はい、でそれを、ね、あの優勝が決まったあ9月14日の試合で、えー、同期の岩崎投手がマウンドに行く時にかかっていて、はい、それをお甲子園の漫才の大合唱でもう曲終わってんのにみんなでさび まで歌いきったって言うんですね。ええことがあったりなんかして、でその後胴上げの時だね、その岩崎投手が。えー、横田さんの聴き手いたユニフォームを、一緒に胴上げされた。ええ。 えその辺の話をしたら檀香さんが言えば檀香さんは横田さんのお父様からねご存知だったということでもう最後は詳しいねって言いながらねいろんな方が聞いてくださってありがとうございますえ僕はカープファンさん三浦氏から最後の栄光の架け橋え原監督も歌ってましたからねという話のくだりよかったわめっちゃ受けましたというねおもろかったですわといただきましたそれからえまっちゃんのお須田さんのものまで初めて聞いたけど似すぎでしたまた 18年後に「ショーアップタイガーが聴けることを楽しみにしていますと山田 <laughs> 何を言ってるんですか。<laughs> <laughs> みんなでこれ一致したのはいや日本一になった後ともやりたいよねというね, <laughs> うねえ松永さんも、o、X にポストしてくださってましたけども、えーええー、皆さんありがとうございます須田さんはちなみに今週金曜にイレギュラーですが、はい、登場のはずでありますのでえぜひ, <laughs> えぜひ、ね、あのその時はまたそう須田さんうこれ決まってからねまだ須田さんに私も会えてないんで。えー そうなんですよなので、えー、ちょっとおどういう話をしようかなと、確かその日は、う内田君、だから止めることができないんじゃないかなという、ね、そうですね、にこにこして見守るというパターンかもしれないですね、<笑><笑>そういつもだとお新庄アナウンサーが容赦なく切るんですけれども。<laughs> <laughs> あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾、OK、向ジアップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私だ。今日は東島アナウンサー、はい、さらに番組スタッフとみんなで作るニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッター、改めエックスで、番組にご参加ください、えー。やっぱりね、一瞬のこの違いというものを、リスナーの皆さん聞き逃さないな、という感じがありまして。うん、俊介おじさんです。 えー、おじさんさん、何ですか一瞬、温帯を感じたというふうに書き込みをされてますね <laughs> 音体というののはあ方ますね。あの方ですね、えー、確かに、こう、時折ぎらっとね <laughs>、えー、この切っ先を見せるところがあると、えーね、殿下の宝刀は抜かずとも見せればよいというね、<laughs> えー、やっぱりあれだね、えーえー、貫禄というものが。<laughs> 人間は積み重ねるにつれ経験をと。指導を受けてますから我々。いやいや、今日、温体、ね、戻っていらっしゃいます本体が <laughs> そうだ、今日戻っていらっしゃる。<laughs> はい。母絨毯を引いて <laughs>、ね、お迎えしなければとう、ね。はい、お迎えを。<laughs> <laughs> さて今朝のコメンテーターは日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さんこの後六時半過ぎからご登場です、えー、まずは台湾空域に過去最多となる中国軍機百三機侵入というニュースについて、えー、そしてまあ国連総会を回めぐってさまざまな外交が繰り広げられますが七、えー、時またぎのゾーンは日米外相会談今朝ニューヨークで開催ということでありますうそしておはようニュースネット。 のゾーンでは岸田総理も今日からニューヨークを訪問ということで国連総会に出席へ演説も行うということですそして一方で中国の大きい政治局員兼外相はロシアを訪問しておりますラブロフ外相と会談をしたということですでニュースキーワード中国の日本からの水産物輸入額が67.6%およそ三分の二減少したというニュースそして内閣改造の評価について各種の世論調査が 出ておりますまあその辺の数字を見ながら、えー、スクープアップの枠で、えー、考えていきますそして4時50分過ぎエンタメピックアップのゾーンは福島県応援キャンペーンをお送りいたします今朝は東島アナウンサーが、えー、福島の果物を使ったスムージーのご紹介とまたエビス顔だねただのご褒美でございました <laughs> ぜひ皆さんにも味わっていただきたいう 七時五十分頃であります。さあ,あーメールそして、えー、ツイッターのため X こちらです。メールの方は。 コージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com 感想はツイッター改め X でハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242をつけてつぶやいてください今週は発見福島から福島県産の美味しい食材常磐ものセットさんまのぽうぽうやひ 焼秋目光の開きカツオの朝炊きを毎日三名の方にプレゼントしますよいただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしています ここが気になるのコーナーナですスタジオ長官隠しが入ってまいりました3連休明けてというところで紙面バラバラ、えー、そして、まあ、日本葬ではね、えー、昨日の早朝といいますか、えー、お送りしたラグビーワールドカップのイングランド戦、えー、日本対イングランドについては、まあ、あの時間だと長官の紙面には当然間に合わないということで、えー、隠し、これをですねカラー付きの写真で、まあ、場合によっては一面のかなり大きなところで、えー、記事にしていたりもいたします。 えー、一面バラバラ朝日新聞は日本産水産物輸入67%現中国、えー、金融影響長期化も8月前年比とこういう見出しが出ております、まあ、これ、後ほど、えー、今日のコメンテーター秋田裕之さんと教えてニュースキーワードのゾーン7時30分ごろに掘り下げてまいります、えー、それから読売は介護離職防止企業に指針社員研修や相談窓口政府年度内にということでまあ,あ あのご両親とかの、ね、介護で離職する方々を防ぐ手立てというのを企業向けのガイドラインとしてまとめるということで、まあ、家族内の問題ではなくて企業の経常の課題と捉えて社員向けの相談窓口を設置するといった具体的な支援体制を盛り込むということのようであります。まあ、相談研修もその、まあの辺ががイメージされているようであありますと、まあ、あとはその介護休業とかの 使い勝手であるとか、まあ、それとその行政のデサービスだとかっていうのをどう組み合わせていくのかっていうね、まあ、1人で背負わないためにどうするかっていうのは大事な視点なんだろうと思います。 えそれから毎日新聞、帰還困難区域,機関困難域、鉄くず横流し、放射能汚染の可能性福島解体現場ということで、まあ、解体工事現場で工事をしていた作業員の方が無断でこう持ち出して買い取り業者に売ってしまったということが起こったようであります。まあ、これ、うん 警察なども含めてね、えー、大手ジェネコンの梶山がまあもとは受け負って、まあそれを当然ながらあ下請け馬がおけにとこういう仕事の仕方をしていたとおいうことなんですけれども、まあ警察の動向も踏まえつつ対応を検討中だというふうにしております。えーえー、まああのこの辺のね管理の話っていうのは漏れがあってはいけないよねというところではあると思いますが、まあ警察も動くというようなねことも記事の中には、えー、まあ法律違反にもなる。 ということでありますので、えー、その辺はあ今後の行方をも見守りたいと思います。 えー、そして、産経新聞1面感染名重複解消へ調整避難民保護の混乱回避開示、解放と、まあ、昔からこれ言われてるんですけど海上自衛隊と海上保安庁で、えー、船の名前が一緒だったりするっていうのが、まあ、昔は結構いっぱいあってですねこれが新しく作る船に関しては被らないようにしようねという取り決めがあって、えーまあ、その辺でですねだいぶ解消はされてきてるんですけどそれでもまだ,まだ残っているということで、まあ、これをどうするという話であります。 まあただ、おのおの船の名前には愛着もあるというところでまあその辺をこうどうクリアしていくのかというのも課題として挙げられますがまあそして、現場の運用上は艦艇の番号を言いながらやり取りをしたりなんかもするんで特に問題はないというふうに言われているんですがまあ一方でですね、あのー、 じゃあ、避難する方々を保護するときに、じゃあ、あなたはこの大隅っていう船に乗ってくださいねっていうふうに言ったときに、じゃあ、大隅っていう船が海保にも海事にもあるとなると、え、ど、どっちに乗ったらいいのとかあ、間違って乗っちゃってとかいうのが、まあ、緊急時なんかは混乱につながるんではないかということも言われております。えー、そして気になる記事ですね。これね、あのー、 社会面にですね、えー、読売社会面、えー、時速285キロのぞみリングということで、えー、東京のプロレス団体 DDT プロレスがのぞみの車内で試合を開催したというこれね、あのー、一両単位で新幹線の車両貸し切りにできる新幹線貸し切り車両パッケージを活用したとなるほどこういうことができんのかというのはですね、えーえー、非常にこの番組をやってる中でも例えばでありますけれどもね、えー、この先ね、えー、あれの次あちらまで阪神 がっったととなると東京から一車両貸し切ってですねあちらに向けてのツアーを我が工事アップでスタさん一緒に行きましょうよみたいな話ができるといいんだけどさすがにちょっと急すぎるかなこう書きになるでした。 この時間からコメンテーターの方々ご登場今朝は日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますさあまずは台湾空域に過去最多となる中国軍機103機が侵入と、えー、いうこと、まあ、台湾のメディアなども大きく報じているようでありますが、まあ、この数不穏な感じしますがどうですかはいあの マスコミはこういうことが起きると、はいうん、いろいろとこう、なんでこの時期にこういうことをしたのかというふうに、はい、いろいろとタイミングとかです、ね、意図というのを分析します。えー、ただ、もはや、着々と2027年までに習近平氏が台湾を軍事併合できる準備を整えるようにと。 いうようよな命令がこれはもうあのアメリカの CIA 長官がそういう証拠があるというふうに公言してますんで、うんうん、それに向けてもう準備訓練を着々とやっているという一環だと思い別にじゃあこのタイミングとかそういうのを意図してというよりは、はい、準備が整ったら。 演習をする人というあのもうそういうラインが基,調あの基本で<ー>逆に言えば台湾が挑発しようがしまいが、はい、アメリカが何かしようがしまいがです、ね、もう着々と基本的な訓練のスケジュールは決まっていて、うんはい、27年までに、えー、別に攻撃をすると決めているわけではないんですけれども命令が出たら実行できるような体制を整える。 もう演習計画が決ままってると思います<ー>、はい、で、それとプラスで、何かこうアメリカの下院議長が台湾に行くとかですね、うそういう中国が起こることをやると、はい、それはまた臨時に、もしくはすでに計画されてたものを前倒しするとかして、えー、やってるっていうのは現状だと思いますう、はい、そうすると、もう大きな方向性は決まっていて。はいはい で、あとは、まあ、あ、出し引きみたいな、ね、押し引きみたいなものはあるぐらい。そうですね。じゃ、その大きな方向性の、まあ、ある意味、大きな船がぐーっとこう動き出している。はい、これをこう、とどめようとするっていうのは。はい、これ、周りの国々で可能なものでしょうか。あの、中国は。え、百パーセントの成功率では。台湾に進行しないと思うんですね。おお。これは、やっぱ、り失敗した場合。はい、えー、もう、共産党。 体制が崩壊しかねませんのでプーチン政権は、こんだけウクライナで失敗しててもまだ崩壊しないですけれども、うん、台湾は中国がもう完全に一部だと、台湾省だと言っていて、はい、それをこう取りに行って負けちゃったら、ですね、うん、多分共産党体制が崩壊しかねないので、うん、120%の可能性がなければで,できないと思うんですね。そ、うん、そうすると我々はその 120%を99%以下にすればいいんであって0%の可能性に変える必要はないんですよね。ってことは日本がアメリカともっと協力するとか、はい、えひょっとするとオーストラリアも関与するとかですねいろんなことをやれば中国は計算が不安になってですね、はい、120%と思ってたのはやっぱり99%かなとかですねうそういうふうにしていくというゲームが今、あの各国で進んでいるっていうことだと思います、ね。 まあ、そのあたり、ね、えー、今週は国連総会が始まるタイミング。まあ、そこでさまざまな外交が繰り広げられるということで。ええー、秋田さんにも解説いただこうと思っております。秋田さんにはエンディングまでお付き合いいただきます。今日もよろしくお願い致します。お,ますお聞きの配信プログラムは、日本放送飯田浩司のオッケーコージアップの再編集版です。 ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお送りしています レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聴きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中是非フォローして番組にご参加ください あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK! 康二アップコメンテーターの皆さんと七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は日本経済新聞コメンテーター秋田博之さんです引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします えー、ではまず株と為替の値動きをお伝えしておきます現地18日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べ6ドル6セント高い3万4624ドル30セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は1.90ポイント上がって1万3710.24でした 一方、円相場は1ドル147円60銭付近で取引されておりますえ今週はアメリカの金融政策決定会合連邦公開市場委員会 FOMC を控えておりますので様子見ムードが広がる中で小反発まあほぼ変わらずというところでありましたえではこの時間取り上げるニュースはこちらです。 アメリカのブリンケン国務長官が中国の関西国国のの家副主席と会談アメリカのブリカブンンケン国務長官は日本時間19日今日未明に中国のカン・国家副主席とニューヨークで会談しました、えー、この国連総会を舞台にする外交ということですが中国はカン・という人、まあ、これ前の カームというかですね、えー、第二次習近平政権みたいなところでは副首相を確か務めていたと記憶してるんですけれども、はい、なんかあれですよねあの年齢の制限引っかかってもう行政の方の約束はないって人ですねいうです、ね、あの肩書きは国家副主席でナンバー2という印象ですけれども、はい、そんなに中枢の人を送り込んだ感じではないと思いますね。より これよりも大事なのは、はい、え同時に、えー、18日ですかね、はい、開かれていたサリバン、はいえー、大統領補佐官と王毅、うん、外相が、はい、マルタで会談をしたと、うん、で12時間も、えー、やったということで,そうです、ね、こちらの方がやっぱり本チャン の話ではないいいかとううふうに思いますね、えー、地中海の島国、マルタで、はい、この週末、まさに、えー、これ、12時間ということは、もうほぼ缶詰になってやったということです,かですね、はい。本来だったらば、ですねあのニューヨークに王毅外相が行って、はい、あの本格的に調整するのかなと、アメリカと会談するのかなと思われていたんですが、王毅、はい、外相が行かないので、うん、中国はあのアメリカとの関係をあまり今回は。 ないの調整しないのかと思われたんですね、はい、ところがこのマルタで、マルタというまさにこの冷戦終結を決めたゴルバチョフとブッシュのお父さんの大統領の1989年の会談場所を選んで、12時間やってるっていうのは、興味深いいと思いますねあこれ、ひょっとするとこのマルタっていう場所もあえてここでやった可能性もある はいあのまず場所的に中間的な感じありますよね、地中海で、あ<ー>中国、あのまあ、ジュネーブもそうですけれども、はい、どちらかというと中立的な場所なんで、どっちか寄りの国ではないということもありますし、まあこのマルタという冷戦終結の舞台の場所を、 選ぶということに何らかの意味を持たせようとしたのかもしれませんがんそこはよくわかりませんひょっとするとそのかつてのような、まあ、緊張関係はあってもそれをコントロールしていこうよと、はいはい、これはアメリカは常々それを意識しているところは今回、えー、12時間やってますよね、はい、でこれも、えーうん、何をやっているかといいますと、はい、普通の会談じゃないんですよね。これ<ー> アメリカの大統領補佐官国家安全保障担当、はい、まサリバンさんですがめったに単独では外遊しないんですねあ<ー>で彼は、ねえー、彼が外遊するときは、はいえー、いわゆる大統領のもう完全な名代として何かを調整するときにだけ わけです普段んを持つ、と大統領にくっついて行動しますんで、うんはい、そうすると、12時間、サリバン大統領佐官が出かけていって、中国と会談したということは、もうズバリ米中首脳会談ができるかどうかを中国側と調整すると、<ー>しかも、この国務長官、ブリンケン国務長官と違って、サリバン大統領佐官は、はい、うん あの国務省、外交だけじゃなくて、CIA とか、<ー>ペンタゴンとか、はい、あと半ばこう内政的なものまで全部統括している、うん、日本で言えばあの官房長官と国家安全保障局長を兼ねたような。 えー、ところがありますのでもちろん内政は大統領補佐官がまた別にいますけど、えーえー、サリバン氏は、えーえー、全部見てますから<ー>12時間で全部をおさらいしたんだと思うんですよね中国側と経済通商うん、うん、サイバー問題とか、はい、人権そして台湾とかうもう朝から晩まで突、えー、き合わせてお互いの立場を、はい、それでそれを持ち帰ってそれぞれが あの習近平氏とバイデン氏に報告してで首脳会談が年内にできるかどうかを改めて検討するっていうそういう作業が。 ここここで行われたととといいうことだと思います、うん、なるほど、はい、いやこの、ね、中国の王毅外相政治局員兼外相ですが、はい、この人がこの国連総会行かないということが発表された時に、はい、あじゃあこれはもう年内の、はい、米中の首脳会談はないねみたいな、ねはい、雰囲気が出ましたけどむしろ別のところでゴリゴリすり合わせていると。 ニューヨークに行ってしまうとものすごい会談日程がいっぱい入りますよね会合がたくさん入って非常に慌ただしい中での会談になっちゃうと思うんですよねなんだかんだ言ってところがわざわざマルタまで出かけていって調整しているわけなのでこれはどちらかというとアメリカ先ほど話があったようにアメリカ側が米中関係が対立 するのはもう織り込んでるわけですが衝突が起きないようにガードレールを作りたいと兼ねていっていてそのアメリカが特に熱心にこの会談を呼びかけたんだと思うんですよね。<ー>でところが中国は、はい、中国もここで2027年まで、えー、台湾に 進行するという能力がないので、まだ整わないので、うここで中あのアメリカと緊張を高めて、はい、しまうということは、そんな望んでないでしょうし、内政的にもあの経済的にも厳しいので、そういう意味では、まあ、受け身的に、えー、やるなら、えー、やってもいいかなっていう感じだったと思いますねうん、あのー、米中首脳会談というか、 中国が首脳会談をやるとトップを出してくるっていうこの会談っていうのは基本的にこう成果があるのが前提と、はい、何がしかこう発表できるような成果があるのが前提で、はい、もし失敗,失敗はないんだと、はい、これ宮崎邦彦さんがおっしゃってたんですけども、はい、中国は成功するからやるんだって失敗するんだったら最初からやらないんだって話をしていました、はい、その成功になるかどうかをここで突き合わせたとてうことか、はい、そうですか。ら見るとまあ岸田 総理のカウンターパートなんですけれども、<ー>習近平氏はもう事実上、日本で言えば天皇陛下に近いような、国家元首という意味では天皇陛下なんですけれども、はい、外交上の議論上,、ね、外交上で、すねで天皇陛下が、うんえー、実際的なこう権力も。天皇陛下と総理大臣を セットにしたような、うそういう、もう皇帝みたいな存在だと思うんですよね。はい、完全に今や。えー、そして、さらに、その、うん、中国の軍の首脳が、国防省が今、また失脚しているかとかですね。えー、えー、七時またいで。はい、そうですね。はい、すみません。七時またぎの前半戦。まあ、米中の首脳会談に向けての前さばきという話が、まず。あった そして、これ中国国内のお話が最後に少しありました、えー、国防省の李尚福氏の行方がわからないと月日あ8月29日あたりを最後にもうかれこれ3週間これまた駐日大使のラーム・エマニュエル氏が興味深いツイートを続けてますよねあのそアガサ・クリスティの、はい、あのそして誰もい、えー、なくなったという <laughs> いや本当に。あの えー、彼は、はいえー、政治外交官というよりは政治家として天下一品的な、えーえー、ところが才能があって、はい、本当に相手の痛点をつくと言いますかねうん <laughs> そ,そういういツイートでしたねあのシェイクスピアの「ハムレット」を弾きながらみたいなことをやったりとか、はいはい、これでも中が、ね、相当ごたごたしてるんでしょうかあのこれはもう <laughs> あの報道でしか分かりませんけれども、えーまあ、中国の国防省、国防大臣、国防部長が、特にフィナンシャル・タイムズの報道では、はいで、アメリカの情報として、えー、失脚したらしいと、そしてすでに公式にもう秦、はい、えー、前外相が失脚していると、さら、えー、にはこの、えー、中国軍の中枢部隊であるミサイル部隊ですかね。 はいえー、ここの司令官が、えー、交代させられているとうんでこのミサイルの部隊はあのいわゆる核ミサイルを、はいえー、担当する第二砲兵という昔の名前でしたけれども、はい、いわば本当にもう中枢の 国家の生き残りを担うミサイ核ミサイル部隊の司令官ですね。ということは日本で言えば外務大臣、防衛大臣、さらに自衛隊の中枢,中枢の司令官、はい、これがみんなどうやら失脚しているらしいという状態で、相当に大変な状態になっていると思うんですよ、ね、うんこれ、そうですよね、外交安保を担うところが、もうことごとくというようなことになってしまっているとい。 規律検,検査委員会が汚職とか、何らかの理由であの交代させてると思うんですが、うんはい、えそんなこと言ったら、あ,のあれですよね、この <laughs>、うん。 時速40キロ制限のところを、みんな45キロとか50キロで車走ってるじゃないですか、で厳格にあったらみんな交通違反になっちゃうような面がありますよね、中国の多分、汚職的やつも、えー、そういったところがあると思うので、多か,か,か,かれ少なかれですね、あ<ー>これはあの普通に考えれば失脚させなければならない、はいえー、理由があって、政治的にパージしたか、 本当に目に余る汚職をしていたかもしくは両方か、えー、いずれにしても権力闘争に近いような状態になっているのではないかとその原因は分かりませんけれども、はい、あの不動産不況で非常に中国の中が、えー、この誰の責任なんだみたいな話に経済面でなったりとかですねで経済がおかしくなれば、えー、共産党っていうのはその、えー 政治的な銃を与えない代わりに、はいえー、明日はもっと豊かになりますよっていうことで、うん、中国民を今まで、はい、あの引っ張ってきてるわけですから、うん、そこが崩れかけてるっていう意味でも、えー、非常にこの路線をめぐる争いが起きやすい、はいあのま、まさに危ないガスが充満しつつあるような、うそういう状況なのかもしれないですよね、中国。 うんでまあ、習近平体制、まあ、今までの胡錦涛体制までの、まあ、ある意味の経済重視的な改革開放のところから、はい、もうちょっとこう別の、はい、部分に、まああ、中国の夢であるとか、舵、はい、を切ってきた、はいで、そのやっぱり路線対立みたいなものっていうのが今言っていた、ですねまさに対外開放、全面開放で改革開放。うん えー、していくとそれによって経済を底上げするという路線を切り替えて、はいうん、そのこの最近もあの iPhone の使用を禁止したりとかです、ねあの、いろんなこの外国との交流を制限して、うんえー、やってますけれども、はい、それがいいのかどうかという問題にも行き着きますよね、<ー>この経済状況の苦境というのは。で、いずれにしてもこのそれ問題はそれがこう、うん、対日関係とか、 この米中首脳会談とかですね、はいえー、圧力釜のような状態になっている中国が対外的にどう出るのかっていうのが非常に注目すすべき点だと思いま一方でねあのそういう,こう不動産バブルの問題とかって前から本10年、15年、20年ぐらい前から言われていて、まあ、習近平氏としたら前の政権の積み残しやってんだよみたいなのがあるかもしれませんが。そうですね あの前の政権の積み残しという面もあるんですけれども、ただやっぱり明らかに習近平氏になって、えー、新しい強権大国になるんだという舵を切ったのは彼なので、はい、そこは積み残しだけじゃなくて、<ー>彼の路線が本当に正しいのかどうかということが議論されている可能性があると。なるほどおはようニュースネットワーク。 取り上げるニュースはこちらです。岸田総理大臣が今日からニューヨークを訪問、国連総会に出席へ。岸田総理大臣が今日19日からアメリカのニューヨークを訪問し、国連総会に出席します。一般討論演説を行うほか、f m CT 核兵器用核分裂性物質生産禁止条約の記念行事や SDGs サミットなどの行事にも参加する予定です、えー、国連総会での演説、まあ、核なき世界ということを訴えるのではないかと各し記事にしております G7 の議長国としていくわけですもんね、今回はそうですねあの国連総会、はい、私もあの政治部で首相官邸とか外務省担当してたり<ー>あと、ワシントンに駐在してた時、はいたにもう散々あの取材をしたんですけれども、えーえー、もう去年からこ国連総会って の意味というのは、はい、激変してしまったというふうに思います、まあ。変わってしまったと。それは何かというと、はい、国連安全保障理事会というえ中枢のえ場所が、えー、ま侵略しているロシアとですね、はい、それを支持している中国が、えー、その拒否権を握るうーん、えー、国であると。という意味ではもう国連安全保障理事会は 機能しなくなくってるわけですねうでそうなってきますとそういったものを抱えている国連に出かけていって何をやるかというとうんみんなでこう協力して一点を探るというのも理想的には、えー、やったらいいと思うんですが、はい、それ以上にもはや、まあえー、囲碁うん、うん、囲碁でも将棋でも何でもいいんですけども、はい、そういうあの盤上にみんな出かけていって、はい、自分がいい形勢を作んなきゃいけない。 そういうゲームの時代に入ったんだと思うんですね、うん、国連っていうのはそういう場であると何か決まるんじゃなくてですね陣取り合戦人取り合戦みたいな、うんうん、で岸田総理が出かけてって、はいえー、当然そのウクライナに侵略しているロシアとそれをこう擁護している、えー、中国やその他の国々に対して、うんえー、ウクライナの侵略を止めなきゃいけないというような視点から外交をす るんでしょうし日本としてはあとは核兵器の使用ってことは決してあってはいけないという立場から。 えー、そういう陣取り合戦の外交をするとういうことだと思いますあとは、この安保理が機能しないという中で、まあ、日本、非常任理事国でもあると、はい、こういうところで、この国連改革、まあ、これはまあ昔からずっと訴えているところでありますけどこの辺も盛り込まれるんじゃないかと言われてますね、はいはい、あの先ほど言いましたように、はい、もう安全保障理事会の常任理事国。 拒否権を持つ国は5カ国で,、うん、で、中国とロシアがそのうち2カ国、はい、2> なわけですから、これ放っておいたら何も決まらないので、うんえー、もっとこう他のアフリカやアジアや他の国も入れて、うんえー、もうちょっとこう幅広い意見が議論できて、しかも何か決まるような対戦にしないとだめなわけですよね、はい、そういう意味で国連改革ということを訴えるんだと思うんですが。うん、ただあの <laughs> 中国とロシアが、えー、常任理事国がコンセンサスで決まらないと、うん、国連の検証は改定できないんですよね<ー>で。検証が改定できないと改革できないんで会社で言えば常務会の決定なしには <laughs> え重要なこと決まらないですよね。はい、で常務会のメンバーが 5人いて中国とロシアがその2か国で残りがアメリカとイギリスとフランスなわけですから決まらないと思うんですよ、はい、そうなってくるとやはりこれからは国連陣取り合戦の時代がずっと続いていくのかな 国連が機能しないでですねあ、はいあのー、例のねロシアのウクライナ侵略、それに対しての反対の決議であるとか、はい、まあ,あれ、各国が一人一カ国一票で投票すると、はいまああ、白黒はっきりつくというか、はい、まあそこで体制は見えるとそうですね。うんあのー、もうその 国連総会でみんなが一世のトということで投票してどれだけロシアに批判的な票が増えたかとどれだけ支援している国があるかというのは何の決定にもつながるわけではないんですけれどもやっぱり悪いことはできないよねっていう圧力になるのでそういう意味ではこのいわゆるよく言われるグローバルサウスという国々をまあ途上国と新興国をどういうふうに 西側に引きつけていくかということが、はい。 非常に重要だと思いますうん、まあ、その辺のこう流れでこの間9月の頭には G20 がありました、はい、で、インドが議長国で,、はい、でそこでアフリカ連合を入れようという話になりましたよね、はいはい、でもアフリカって結構、中国があの入り込んでいる国も多いからこれは不利なんじゃないのっていう指摘もあったんですがこの辺、どうですかはいあの 実は先週までですね。えー、先週の、えー、と前半かな。うん、まであの私、えー、とジョージが。 旧ソ連ジョージアのトビリシと、はい、あとそのまま大西洋を越えて、ですねえ、ええ、ニューヨークに行って、それぞれ国際会議に出ていたんですね。で、ま、トビリシの方は、はい、あは、本当にもうウクライナ問題、ロシアの問題が中心でして<ー>、ニューヨークの方は、どちらかというと,、えー、と、イギリスのシンクタンクが主催した会議で、うんま、アングロサクソン系の 元高官とかですね指揮者が多かったんですねで合宿形式で2泊3日で世界の問題を討論するという50人ぐらいの少ない人数でやったんですね、はい、で印象的だったのはもう完全にグローバル・サウスをどういうふうにこちらに引き寄せるかということが完全に重要なテーマとしてそこに議論が集中していたということがあります。 でそれはなんでかというとやはりこう繰り返しなんですがもう世界の、えー、今の国際政治はう陣取り合戦のような状況になっていて、はい、中国とロシアと交渉しても、えー、今はもう戦争になっちゃってますから、えー、なかなか拉致が開かないのでその周りを語で陣取りしてですね、はい、もう自分たちにこう有利な 陣、えー、形を作るために、えー、途上国新興国をき引き寄せていくというで向こうも、えー、ロシア中国はアフリカ中東、うん、中南米に出ていって親、はいえー、中親ロシア国を増やしていこうとするという、えー、そういうゲームなんわけですね。うん、でそうした中でこのアフリカの AU、えーうん、アフリカのこのえー、と アアフフリリカカ連連盟ででしたっけ合まあ地域共同体までいかないけれどもそうです、ね、いわゆるこの、うん、我々が ASEAN アアというところと ASEAN、はい、アアとこう連携して東南アジアにアクセス、うんえー、さらには個別にもアクセスしますが東南アジアと協力をしてきたのと同じような時代になってまあこの アフリカの ASEAN アアみたいなもんですから、うそういう事務局を G20 に入れて、はいえー、関与できるっていうのは、西側にとってもいいと思うんですよね単独で置いておくと、まあ、放っておくと、やっぱりいろんなところから来ちゃうけれどもそっくりそれが中国とロシアの側に行ってしまったら、<ー>えー、もっとただその、あれですねこう、6月にはルワンダ。はい っていうアフリカの国に行って、えー、そこでの国際会議にも出たんですよ、ねえーえー、ですでそこで印象的だったのがまさに、はい、もう出てきた人たちはほとんど参加者はほとんどがもうグローバルサウスの人でしたでいろいろと話してると、はい、やはりこの中東アフリカ中南米は3つのグループに分かれる 1>, で1個目がやっぱりこうどちらかというとアメリカ欧州と協力して何かをやっていこうという<ー>、えー、国々ですねまあ ルワンダもそれに近いですが、ケニアとか、ナイジェリアもそうですかね、どちらかというと、欧米と協調しながらやっていくという意味で、ロシアの侵略についても国連決議で、そういう立場をどちらかでいえば取っていると、逆に反米的な勢力もあって、例えばワグネルが浸透しちゃってる中央アフリカや、 えー、マリブルキナファソー,うーんで大きなところでは今南アフリカやブラジルも民主国家なんですけれども、はい、どちらかというと反米左派的な立場を取っているとうんうんで、三つ目がその中間というこの三つに分かれてる いう感じですかねあその辺もなんか ASEAN の塗り分けと本当にそうですね ASEAN もあの中国に近いカンボジアラオスうん、うん、で逆側のフィリピンですね、はい、分かれて中間のインドネシア、うん、分かれてるんでそのこれからはやっぱり、はい、その親米的な 新欧米的なそのアフリカ、中東、中南米をまず関与してそこから中間の国々にえ関与していくっていうのがあいいと思うんですよねその関与するまあ入り口としてそういう事務局的なものを取り込む,取り込むということは大事なのとあとはやはりその第一グループの新欧米に近いようなグループの筆頭がインドと。 インドネシアとかですね。そういった国々だと思うんで、うんそういったことの協力が大事かと思います。はい。おはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです。中国の日本からの水産物輸入額67.6%減少。中国税関総署が発表昨日発表した貿易統計によりますと。 中国が8月に日本から輸入した水産物の総額は前の年の同じ月と比べて67.6%減少の1億4902万元日本円にしておよそ30億円でした東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出をめぐって8月24日から日本の水産物輸入を全面停止したことが影響しました とということで、まあ、数字として現れてきているぞということですけれどもあの非常に不思議なのは、はいえー、世界中が、うんえー、日本の処理水の放出について、はい、理解や支持を示しているわけですね。はい、世界中というのはまず IAEA が これは安全だと確認してモニターも今してますね。でさらには G7 もそうですし、はい、オーストラリアで国内で結構反発が強かった。まあ今でも反発がある韓国も大統領が、うん、IAEA、e、の結果を信頼していると言ってるわけですね。はい、すると世界中で主要国で中国だけが突出して日本の処理水を核、えー、汚染 水したっけ、はい、そういう言い方をして,すううしてますね。で、まあ、日本も叩いていると、いう構図。で、うんうん、まあ、水産物まで全部止めちゃってるという。これは何なのかという。 ことです、ね、うんまあね、あのー、一時期ちょっと緩むかなというふうにも思ったところがあったんですが、環球、はいはい、時報などがね、日本政府は悪いけれども、日本国民は悪くないんだみたいなことを言ってたりしましたけど、うん、相変わらずなんか、核汚染水って言葉を使って、ね、やったりしますよね。これはもはや科学で 言ってきてきるんんじゃないと思うんですよやっぱりこう政治的な問題として彼らは日本に圧力をかけていてひも、はいまあ、解けばどこかでこの日本のアメリカをと一緒になって台湾に関与しようとするこの日本の政策に対してどこかで制裁的なことをしなきゃいけない、はい、政治制裁みたいなんです、ね、でそこに誰かがこの処理水はカードになると。 いうことで中国が外交カードとして日本に圧力をかける。 手段にしたんだと思うんですねところが、韓国までが、はいえー、日本側に、えー、支持を表明しちゃって、ですね、えーえー、引くに引けないんだけれども、中国が孤立して困っているという状況で、ただ、ですねこう先ほども議論、話題になった中国の国内が権力闘争と、はい、あのこの不動産不況で、非常に国内が圧力釜のような緊張が高まっている中で、これが、こういう状況ですと、はい 引けないと思うんですよ中国は日本に譲れば政、えー、的、はい、政治のライバルに足引っ張られるとかですね弱腰だとかってすぐに言われてしまうんで、えー、中国の中がこう不安定になると反日的な、えー、日本叩き的なものが始めたら止まらないという。う これまでも過去繰り返されてきたことに近いような状況になっていると思います、はいうんまあ、かつての,、ね、そのいわゆる反日暴動とかそういうものっていうのは結構こう、政府がコントロールしていたということが言われますが、はい、今回の,そのいたずら電話であったりとかっていうのを見ると個々、はい、ここ勝手にやってるみたいな感じになってこれコントロールできるんでしょうか。 あの相当にやっぱりこの食の問題なんで、中国人の間でも不安が広がっちゃってるみたいなんですね、あの私の知人なんかもそういうこで言ってまして、したがって、これは本当に、えー、ある意味で引くに引けない状況を中国自身がメディアも動員して作っちゃってるっていうのは心配ですねうん、えー、今うのキーワード、中国の日本からの水産物輸入額減少というニュースでした。 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ内閣改造の評価、各市世論調査発表。 産経新聞と FNN ・富士ニュースネットワークが今月16日と17日ですからこの週末に実施した合同世論調査によりますと13日に行われた内閣改造を評価すると答えた方33.3%評価しないが49.8%でした。 また、朝日新聞の世論調査では改造について評価しない57%評価する25%、えー、そして、毎日では内閣改造と党役員人事について合わせて、えー、聞きまして、えー、岸田内閣に対する期待が高まったかどうかというのを尋ねたところ高まっていないが77%高まった10%であったということです。 まあ内閣支持率も下がっているとこ横ばいのところというのがありますが、顕著に上がったっていうのはなかったようであります。阿田さん、この改造の評価どうご覧になります？私もあの政治部であの、はい、政治取材をしていったことが結構長いものですから、ええ、内閣改造は、えー、よく本当にもうあの取材をした記憶がありますね。で、そういう経験から思うんですけれども、はい、今回の内閣改造は。ええ このいわゆる岸田内閣が岸田,総岸田首相が人気を高めたいから期待してやってみたけれどもダメだったということではないと思うんですよね。うあのも,うもっと極端に言えば岸田さんは、はい まあ人気は大して上がらないかもしれないけれども、うん、えまあしょうがないかと思ってやったんだと思うんですよ。ほ<う>も目的は別のところにあって、はい、来年の自民党総裁選、えー、<っ>来年に自民党総裁の任期は切りますよね、9月,月,あ9月ですね、はいで。そこで再選されなければ、彼はもう権力を失ってしまうんで、全くこうただの政治家になっちゃうわけですよね。うん、でそれをを避けるために今回の内閣改造を 人気はない出ないかもしれないけれども派閥配慮の人事をやったんだと思うんですよ。うんあのまあ相手言うとこの女性閣僚を最下にした五、はい、人にしたというところは人気を狙ったと思いますし、うん、この世論調査でも六十五パーセントが評価するという結果が一部世論調査で出てますね。はい、ここは狙い通りだったと思うんですが、うん、あとはそのこの調べるとやっぱり十九人 中閣僚が19人いて、はい、13人入れ替えてるんですがその13人のうち9人がいわゆるえ派閥でいう待機組っていうんですかね閣僚になりたいけど待ってる、うん、<laughs> 適齢者,者っていうか、まあ、そうですねた待ってる人たち、うん 13人中9人選んでるわけですよ、ね、ああ、衆院で当選大体いい5回ぐらいとか、そうそうね、参院で2、3回とか言われますよね、大体、えーはい、いい10年以上議員やってたら、大臣のポスト1個ぐらいはって話ですね,ですね、はい、でこれは各派閥が、えー、そういう人たちを抱えてて、陳情するわけですよね。うん、岸田さんににこれはととかくちょっと 閣僚にししてほしいとうちで待ってるの、この人とこの人とこの人なんだけど、もちろんその能力があるという前提なんですけれども、えー、そういうリストから選んでると思いますね。したがってこの安倍派と麻生派とよ つ,つずつ閣僚ポストを手に入れて茂木派が3つで、これはみんな安倍あの岸田さんが総裁として再選されたければ支持、はい、を得なきゃ人数が多かったりとか岸田さんの自分の派閥では2つしかポストを取ってない。 今回これ一元らしいですね。そうですね。うん、自分の派閥をこう切ってでも、はいえー、他の派閥に配慮するという<ー>そういう閣僚人事をしたんで、なるほど。あの総裁選への地那なしという意味で、はいえー、彼はまあ人気が出なくても仕方がないと思って派閥配慮したと。ああ、いろんなところに貸しを作っといて、はい、これを総裁選で回収するんだと。はい、だから総裁選の前に一時期ね解散やって選挙に勝った総裁だぞ。 っていうこう大義名分でって言われてましたけど、はいはい、そこも遠のく感じなんですか？そのシナリオは、はい、あのとはは変わってないと思いますね。ああ、それはそれで別で走らせてそそ。それは別に内閣改造で、今まで過去の例を見ると、はい、内閣改造で人気が出て、はい、あの選挙に勝ったっていう、うん。<laughs> パターンはそんんななにないと思うんですよ、うん、人気が出るか出ないか選挙に向けてですねそれはやっぱり景気とか、はいうん、なんかこうどうしてもこれを小泉さんの時の優勢解散のように、はいうん、絶対にこれはもう何が何でもやりたいんだっていう、えー、しかも支持を得,ら得やすいような、えー、看板、うんはい、そういうものによって。 人気を高めて選挙に突入すると思うんですねしたがって何か改造が今回復活だからといって諦めてはいないと思います解散は<ー>、はい、それからこの改造外交安保面で見ると両方大臣変えましたよね外交も安全保障も、はいはい、でこれ岸田さんは改造の後の会見の中で三つの柱を掲げてそのうちの一つ外交安保って言ってるじゃないと、はい、これ改造って大丈夫なんですかあのちょっと私も ここで何で変えるんだろうと、うん、林外務大臣は結構、やる気満々で、はい、G7 の、えー、外相の議長として、うん、まあ年末に向けていろんな会議をどう切り盛りするかみたいなことも、うん、え検討してたみたいなんですよね<ー>で、唐突だと思うんですが、はい、まあえて言うと、もう岸田さんも自分で言ってましたけど、首脳外交。うん、えもう 安倍時代もそうでしたね岸田さんが外務大臣でしたけれども、はい、外交は事実上、安倍さんが全面的に出てって仕切ったじゃないですか、はい、あの首脳外交で、そういう形でこう切り盛りすればいいというふうに思ってるのかもしれないです。<笑><笑> それって安倍外交の時ってやっぱりそれをやらなきゃなんないっていうのはやっぱトランプさんの存在とかあったわけですよね、はい、そうすると来年大統領選じゃないですか、はい、その辺も盛り込んでいく再選もありうるみたいな話までやっぱ想定してるんでしょうか。はい あの正直、そこまで長くカレンダーを設定してやってるようには思えないですね、あ<ー>えそれはまあ今から心配してもしょうがないんで、なるほどむしろ私は思うのはこう、議長国、G7 の議長国として、うもう岸田さんが自分で、はい、え外相が自己主張あまりしない、うんえ上川さんももちろん有能な方で、ハーバードも出ているけれども、はい、なんかこう、自分。 と逆行するようなことを岸田さんからそうするとまあ着実に上川さん女性会長として頑張ってもらって、はい、でも目立つところは自分が首脳外交で仕切るとで、まあ、もちろんトランプさんが再選されちゃったらそれは大変ですけどでもなおのことそれはそのあれですよね首脳外交の出番ということになるんでまあ 岸田さん、岸田人気というものを高めたいと思ったら悪い人事じゃないかもしれないですなるほど、はいえー、スクープアップ改造の評価でありましたこのコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください さあ,あ、この時間は福島県応援キャンペーンであります。安全で美味しい福島の食材が楽しめる都内の飲食店などを紹介していきますが、今朝東島エリアナウンサーが紹介してくれます。はい、楽しんで行ってきました。<ー>福島県で美味しい食べ物いっぱいある中で、うん、今朝私がご紹介するのはこちらです。福島県産の桃を使用した完熟桃のスムージーです。今、ミキサーにかけまして、 桃のスムージーが届きました。もうね、色がね、まず、果肉の様子がうかがえるという、贅沢な一品です。いただきます。幸せ <laughs> ちょっとこれ、桃好きにはたまらない。あの、甘みが、桃の果物をそのまま頬張ってるような、そのままの甘みですね。 うううまそそだだね幸 <laughs> 幸せせったんんでですすな人魚に真似されそうですけど <laughs> <laughs>、はい、今日みたいなまた気温がぐんと上がる日はねおすすめの一品なんですよ。この福島県産完熟桃のスムージーをいただいたのは有、はい、楽町にあります日本放送から歩いて10分、うん、松屋銀座の地下1階に今月の6日にオープンしたばかりの<う>厳選した旬のフルーツを使用したジューススタンド。 フルーーーツジュースバー山ささんん銀座さんですんこちら福島県南相馬市に1947年、はい、昭和22年に創業された老舗中の老舗のフルーツギフト専門店山さんの県外初出店となるお店なんですよ。えー、うそうなんだ 今回お話を伺ったストアマネージャーの石川さらさんもなんと福島県の郡山出身ということでうん、うん、愛情たたっっぷりだったんですよねこちらの、ね、フルーツジュースバー、うん、山マさん銀座では国内外の旬の果物を使ったジュースやスムージーそしてゼリーなども販売していましてその時々の季節によって、うん で、二十五種類から三十種類の商品を購入することができるという。なるほど。やっぱり福島桃有名ですからね。この時期は特にね。そうですよ。桃の季節をね、楽しんだと。まこれからちょうどね、私も昨日東北からお取り寄せしたシャインマスカット。届いたんですが。そんな季節なんですよ。このお店。福島県産の完熟桃以外にも、福島県産のシャイン。 マススカットのスムージーもありまししていい、ね、どうでしょうでょジューススタンドでシャインマスカットって私は珍しいような気がしてあんまり見ない気がするねとっても贅沢な感じがそうだよね,ねシャインマスカットをスムージーにしちゃうってう贅沢な感じがあるよねよこれがまた幸せでしてね飲んだの <laughs> 飲んだ,んだ うん、ぐびくびビびっちゃいました。でも、ももに続いてシャインマスカット。<laughs> そうなんです。だいたいこうエサイズのカップが十二三センチぐらいの高さなんですけど。うん、ここにシャインマスカットのチューブずっつぶぐらい。入れちゃうんですよ。いやー、贅沢。すみません。す <laughs> をね、そのまま頬張っているようなみずみずしさがあって、幸せでした。 最後に福島県郡山出身のストアマネージャーの石川さらさんからもメッセージいただいています。はい、福島のフルーツや日本中各地のフルーツも一緒に楽しんでいただけたらと思います。<ー>これをきっかけにこう福島のことも知ってもらって、福島に来ていただけると幸いです。 私がいただいたただ福島県産の完熟桃のスムージーそ,、ねうん、そして福島県産のシャインマスカットのスムージー、うん、秋口頃まで味わえるそうですのでぜひ<ー>松屋銀座地下1階フルーツジュースバー山さん銀座に足を運んでみてくださいね。うん これからはまた飯田さん梨がやってきますよおい。そうかもうどんどん季節は秋になっていくねそうなんです通うしかないというお店ですねそうだね行くたびになんか新しいのが出てんだろうなそうなんですもちろん福島県産の梨を使用したスムージーもこれから販売されるそうですからねこれポイントはやっぱり銀座という場所柄もありまして海外のお客さんもたくさんいらっしゃるので大事だねそれはね前にあのイギリスのジョンソン首相が 福島の桃のジュースをごくごくうまそうに飲んでこれうまいねって言って結構アピールになったみたいな私も原稿を書く時に甘いものが欲しくなってしょうがないんでぜひってみたいぜひ差し入れにご用意したかったですね。お店の詳しい情報番組の旧ツイッター X ご覧くださいね福島ねフルーツラインもありますからねジュース楽しんでいただいて遊びに行っていただくというのがいいかもしれません。 福島県応援キャンペーン、今朝は今が旬の福島県産の果物、ご紹介しましまたあなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩次の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト、YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二の、OK、コー,ジーアップ 東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてください そしてもう一つ飯田康二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田康二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください